写真。写真はその瞬間を永遠に残します。そして写真は撮る人の心を映します。自分の気持ち、相手に伝わっていますか？この秋、無限に広がる写真の世界に子どもたちが挑みました。10月19日に行われたフォトシティ相模原2002表彰式。このイベントは21世紀を迎えた去年、相模原から写真文化を発信する事業として始まりました。今年は新たにアジア賞が加わり、参加者も増え、国内外の注目を集めています。アマチュア部門の銀賞に輝いた阿部富子さん、相模原市民の一人です。このトンボを見たときに、非常に変わった形をしていることが一つと、美しく輝いて見えたんですね。それから朝の浅い早い時間でしたから、朝露をうまくこのトンボと一緒に生かせないかなというふうに考えまして、この虫に出会えてとても良かったと思ってます。えなりつねお様。日本を代表する写真家、えなりつねおさんはフォトシティ相模原を支える一人です。大衆性とそれから深いこれからの可能性というようなことで、写真をテーマにした事業というのは、これからのその相模原をそう考える上でも非常に有効なテーマではないか、手段ではないか、そういう考えが基本的にありますね。今年のフォトシティ相模原には市内の小学生が撮った作品も発表されました。僕の私のこの一枚です。子供たちの視点が日常の一瞬を捉えます。子供たちにもっと写真の魅力を知ってもらいたい。そこで市内の小学生に集まってもらい、撮影会を行うことになりました。参加するのは4年生と5年生の男女5人です。みんなおはよう。おはようございます。今日はまあいいお天気ですね。えなりさんが講師を務めます。写真家として世界をテーマに活躍するえなりさん、自分の作品を子どもたちに見せ、写真の表現について語ります。写真というのは、なんていうか、同じ被写体でも、ね、光の受け止め方、レンズの向け方、カメラをどういうふうに向けるかということで、こんなに変わっちゃうということですね。そして今日の撮影のテーマが発表されました。表情というテーマを今日みんなに与えます。みんなにカメラが渡されます。このカメラで公園の中の表情を写真にします。もちろんえなりさんも同じカメラを使います。女の子たちが初めに向かったのは公園の中にあるふれあい動物広場。まず狙ったのは動物の表情です。フンってしてる顔が撮られてる。みんな撮られてる。動きにすごく細かい注意をしながら
シャッターを押すのね。それをシャッターチャンスというの。シャッターチャンスというのはすごく大事なの、ね、だからその動きを予想してあのシャッターを押す。それ大事だよ。よし、もっと近く、もっと近く。えなりさんのアドバイスでシャッターを切るタイミングが良くなってきました。表情があるでしょ、うさぎの表情でしょ、はい、向こうと向こうとこっちとほら面白い形になるから。普段気がつかなかったものに目が向いてきます。そこもいいね、いい車体たくさん。女の子たちは表情のある一瞬を見逃しません。一方、男の子たちが真っ先に向かったのは展望台です。広がる市内を見渡したものの、何を撮ればよいのか分からずうろうろするばかり。何も考えてなかったから難しいね。迷いながらシャッターを切ったので曖昧な写真になってしまったのでしょうか。次に向かった遊具広場で表情を狙います。しかしここでもなかなか被写体を絞ることができません。ここでなん、ほら、いたいた。男の子のいるところに女の子たちがやってきました。次々にシャッターを切る女の子たちの様子を見つけて、男の子たちに焦りの色が出てきました。女の子グループは遊び慣れたアスレチック広場へ。怖がっている子を撮りたいんだよ。あそこ。ああ起きるの、起きるの。360度見回して見つけたたくさんの表情を写真にしていきます。表情がうまく撮れず困っていた男の子たち。ああ撮っていいよ。やっちゃんそんな近いと平気？興味を持ったものに近づいたりアングルを変えることで違った表情が見えてきました。アザラシ、タワちゃん。ラッシュに出てくれば。タワちゃん。今何枚いった？今15枚。あ、ちょうどいいぐらいじゃない？ほら、今ね、みんなほら、耳のところ撮ったでしょ？それでね、ほら、あの人はほら、おじいちゃんおばあちゃんかな？うちあそこで撮る。もう少し経って、後ろから撮るのもいい表情だよ。ね、もっと近くよ。えなりさんからアドバイスをもらい、調子が出てきました。なんか表情いいじゃん、お母さんとか、たまたま。公園のいろいろな表情を探し歩いた子供たちとえなりさん。こうして1時間にわたる撮影会が終わりました。はい、それでは午後の授業をやります。はい、写真の現像が上がりました。はい、原田さん。はい、どうだ、時々出来上がりはどうだったかな。これ何だこれ。星の下。おー、こういう狙い方はちょっと
あれだね、やっぱ本田君独特だな。撮ってる時はもうちょっと大丈夫かなと思ったけど、出来上がってみたら立派だ、これは。そしてお気に入りの3枚を選びます。最後にタイトルをつけて作品の完成です。それではテーマ表情の作品をご紹介しましょう。座間琴音さん、タイトルは和ドキドキ。白井美希さん、元気いっぱい。佐久間春奈さん、笑顔が大好き。本田親義くん、タイトルは様子。原田康弘くん、安らぎ。えなりさんも作品を発表しました。タイトルは日曜日の公演。4枚の写真です。フォローをその写真にするということで、カメラは人の心を映す鏡というような言い方もするよね。もしこの写真に興味を持ったら、自分をこの表現するという意味で、カメラを持っていろいろレンズを向けていくといいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。また会おうね。いっぱい撮れたからうまくできたと。犬の表情とか楽しく撮れてよかった。自分で撮った写真も、あ、下手だなとかうまいなとか思えた。なんかの生き物とかと同じ視覚となって、どういう何を見ているのかなっていう写真を撮りたい。ずっと前こういうことしたんだなって目で心で分かるような、そんな写真。写真っていうのは社会的あるいは時代的にその活用できるあるいは機能する力を持っておりますから、今日のその経験がこの一つのきっかけになって、立派なその写真家が生まれるといいななんていう、そんな思いもしますね。写真は被写体だけでなく撮った人の気持ちが現れます。あなたもカメラを手に周りを見回してみてください。あっと何かを感じた瞬間、それがあなたのシャッターチャンスです。